10月5日土曜日大阪エディオンアリーナ大阪で開催される K1 ワールド GP2024 の K1 無差別級アジア予選で初代第3代 K1 ワールド GP クルーザー級王者シナカリニアンイランと1年ぶり因縁の再戦に臨むクラウディオイストラテイタリアの試合前インタビューが主催者を通じて届きイストラテはあの野郎は本当に許せねえ 言動、態度、すべて嫌いだ。俺はスタミナが切れても殴り続ける、と必勝を誓った。フォト、動画、レフリーが殴られダウン。カリミアンの反則で大荒れの前戦。イストラテは昨年9月、K130 周年記念無差別級トーナメント1回戦でマハムードサッタリに KO 勝利。問題の準決勝ではカリミアンから 1R にダウンを奪うが、 カリミアンが高等ブーチ、ローブロー、果てには間に入ったレフェリーをダウンさせる暴走ファイト。試合は判定でイストラテが制するも、カリミアンがローブローが当たったふりをし、マウスピースを吐き出し時間稼ぎ、と批判していた。決勝はイストラテが、リューツァーに K 大負けも準優勝となっている。その後イストラテは、今年6月の東欧予選1回戦でニダルブチリと対戦も、 判定を不服として試合放棄。9月は格闘技イベント、岩流島で三上ヘンリー大地に判定負けを喫している。一方カリニアンは、イストラテに判定負けの後、24年3月にリュツァーに計大負けを喫して王座陥落した。今回の再戦を前にカリニアンは俺は反則なんてしていない。やり方が小汚い。 あいつが本当のヒールとディスりまくってイストラテは試合前インタビューで、カリミアンについて嫌いなんてもんじゃない。ギタギタにしてやる。あいつはクソだ。俺の家族のことまで馬鹿にしたり、あいつの夢に俺が出てきたとか言って、ストーカー野郎だぜ、といきなり大爆発。試合については、もはや試合じゃない、喧嘩、死闘だ。今回で全てに型をつけてやる。と燃えている。 次に会うのは軽量でのフェースオフだが、止めないと大変なことになるぞ。俺は時勢が効かなくなるからなと乱闘必死のようだ。あの反則野郎だけは許せないと鼻息荒いイストラテだが、カリミアンがイストラテこそ反則野郎だ、と言っていたと聞くと、許せねえ。と顔を真っ赤にし俺は一回戦のさっタりとの試合は、クリーンに戦っていただろ。クリーンに戦えるんだよ、俺は。 でもあいつは、負けると思って反則をしてきたから、俺もやり返しただけだと反則には反則で返しただけだと言う。今回の予選に勝利し、12月の決勝トーナメントではリウツァーに借りを返さないといけないからな、楽しみだと竜へのリベンジを見据える。この因縁の一戦を超えなければいけないが、何が何でも勝ちに行く。どんな手を使ってでも勝つ。とても迷惑で腹が立つ因縁を、 ここで終わらせる。面倒なメンヘラ野郎、と荒々しく意気込んだ。